校、ゲーム部長のリランです。生徒会長のミカです。校長のベルクラです。イエイ、なんとなんとなんと、はい、特別先生をお招きしてハロウィン会ということで、ね、私たち2人、やっとゲストが来てくれた、初のゲストです。やばいよ、初のゲストなのに私たちのお出迎え、これ。そうですね、いや、いいんじゃない。若干一面すごいお尻がこうあの上の方に来てるからそうね、これ椅子がね、そうですね。ということで、紹介してもらいましょう。はい、あ、どうもです、電撃オンライン編集部のルパン小島でございます。お招きありがとうございます。とんでもないですよ。もうなんか、こんな素晴らしいね、方が来てくださって、そうですね、第1回のゲストとしてもちょっと最低、私たちはもう気合い入れて今日はこれですからね。そうですね、よろしくですね。目からも涙が出ちゃった、ほんとに昨日涙だけだよ。はい、今日はよろしくお願いいたします。でここでちょっと聞いた話なんですけど、はい、ルパンさんお誕生日なんですよね。そうなんです、あのちょうどハロウィンの10月の31日がすごい誕生日になりました。奇遇ですね。奇遇、全然知らなかった。こんな格好でお祝いですよ、こんな格好でということで、だから10月の31日で、42歳になります。厄年ですよ。厄年しないと終わる感じか。ああ、後役ってやつ。後役ってやつ。ああ、なるほどなるほど。まあ、もうでもだいぶ前に俺いろいろ厄年なことって、メンタルなるほど、ね、メンタルでもうちょっと落ちちゃったりとか、なるほどなるほど、いろいろありました、ね、だから厄年はもう全然何も悪いけど、むしろなんか先ほど言ってましたが、うん、もうすごいんだみたいな。今もう相当アッパーできました。アッパー打っちゃってんじゃないかな。いやまあ、そういうね、ステージはもうこうなっちゃって、めっちゃ入るから本当に。あ、なるほどなるほど、それは相当来てますね。いや、良かったですね。でも役同士が役同士だな。いや、本当です。いやいや、全然いや、無事多分遅れてくるんじゃないですかね、52歳ぐらい。いやー、それも嫌だなぁ。52歳なの。僕ね、なんか意外にこうタイミングずれちゃうんですよ。あ、でもただの運悪いだけですけどね。そう、ルパンさん、いつもこうやって胸触る。確かに。癖なんです、俺。なんでですか。癖なんです。理由は何だろう。なんだろうな、こう、落ち着く。うん。こう、なんつんだろう、こう、考えちゃう。思考の時間ですよね。思考の時間。どうしようかなぁ。なるほど。いや、ミカ君がやったら、ミカ君がやったらちょっとおかしいことになりますけど、これ、あれですよね、見てもいいんですよね。これ見てもいいやつです、見てもいいやつですよね。見過ぎですけどね。いやいや、もう乱見しちゃうんだよ。それはね、もうとんでもない、見ちゃいますよ。見ちゃうね。いや、でも本当にルパンさんをね、お招きするにあたって、あったなんですよ。はい、そう、まあ、まあ、ミカちゃんはちょっとお忙しいので打ち合わせには来られなかったんですけれども、ルパンさん、何が好きなのかと。女の子っていう。いや、そうなんですよね。うん、私がだからルパンさんは何が好きなのというのをこう、うん、リサーチを、そうそう、私にかけたリランクにかけたら、まあ、女の子ということで、女の子胸みたいな。もう女の子大好きです。女の子大好きなんだけど、なんかないんですよね、もう本当この十何年何も何もない、何もないですよ。だからさ、最後なんだろうな、はい、会社の受付嬢とちょっと結構ディープな、だいぶアダルティーな話なんです。でももう本当それが33、4で、はいはい、以降なんもないですね。ああ、なんかちょこちょこ、はい、つまみ食い的な感じは行きたいなと思うんだけど、そう、本腰にはならないつまみ食いっていうか、いつもこうなんかすかし投げみたいな。あ、すかし投げ、空気投げ、投げ。で、これあの今何、こういうの飲み会の席、これ飲み会みたいな。これお茶です。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 お酒ではない。ということで、今回企画を用意しましたね。はい、実はあの私たちがちゃんとお化け的なね、そういうホラー的な、服を着てますので、ハロウィンということで、はい、ぜひホラーゲームについてちょっといろいろ話したいなと思います。そうですね、はい、なるほど、ホラーゲーム、ホラーゲーム雑談会をちょっとしようかなという企画になります。ルパンさん、早速ですけど、ホラーゲームは
やりますか。やるんですかね。このゲーム前やったよ。前やったっていうか、あの、うん、もうちょっと休暇になっちゃったけど、はいはい、あのファミツウェーブ。はい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 。はいはいはい、はい、ありますね。ちなみにタイトルとかは。もう好きなのは、はい、あれです。あの、はい、ゼロっていう。おーまさにこんな感じの。まさに。まさに確かに。あれはね、ゼロは、まあ、初代のゼロも良かったけど、うん、僕一番好きなのは、あの、ゼロ赤い蝶。はいはいはい、はい、双子の話ですね。双子姉妹のお話で、はい、あの可愛い女の子が出てくるね。そうそう、あれはね、あの、なんつうんだろうな、こう、びっくりする怖さじゃなくて、うん、ストーリーがよくできてて、うん、なるほどなるほど、かなりじわりとくる、最後ちょっと感動しちゃう、ね、話みたいな、感動しちゃうんですね。ゲームは基本的にこう、うん、カメラを使って、はいはい、あの、お化けが出てくるとそのカメラをパシャって撮るとそれに攻撃できるっていう、はい、なるほどなるほど、除霊みたいな、除霊、そう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 ですね、うん、そのカメラが割とキーワードになってて、うんうんうん、で会長はその双子の姉妹がこう舞台で、はいはい、いわゆるこう日本のさ山深くにさ、はい、あるこう、うん、古いしきたりが残った、はい、ね、大きい民家の話みたいな、ありますね。そうするとこうだから、まあ、知らないかもしれないけど、うん、僕らの時代だと、はい、まさにあの角川映画のあの安墓村とか、あ、そうです、まさに金田一耕助とか、そうですね、私の犬神家の一族とか、はいはいはい、なんかああいう雰囲気の、はい、どっちかというとだからホラーゲームっていうか、まあ本当、まあ和風ホラー、なるほど、和風ですよね。あ、ゼロシリーズはすごくいいね。じゃあ全部やってる感じなんですか、シリーズは。あのね、途中最後まで行ってないのもあるんだけど、一応ゼロと赤い蝶と、あと3番目が確か死生の声っていう、竹の子みたいな時代ですね、うん、それはそれはやってる。あ、なるほど。でそれからあの Wii でも出てんだよね。出てますね。スキーハミの、はいはい、とか、うんうん、でまた最近も出たでしょ、はい、出てます。それはちょっとやれてない。なるほど。だからなんか本当ちょっと近いうちやりたい、こう時間ができたらやりたいなぁとは思ってる。お話がいい、うん、いいですね。ストーリーがきちんと。そうなんです。私も一作目はやりまして。あ、そうですか。冷たいんだよね、怖さが。だからその、はいはい、バンっていう、それこそ開けたらいたっていうとかもあるし、はいはい、でも何もない、あ、アイテムあるなと思って取っても何もない。でもしばらく歩いてたところにたくさんある人形の首が1個だけ落ちるとか、うん、なあ、怖いね。地味なの。地味なの。やっぱ日本人が怖いと感じる。そうそうそう、あるんですよね。それがでも一番怖くて、でもコロッて落ちたら、普通だったら海外の映画とか、そう、ホラーとか海外ホラーだったら絶対コロンって落ちた、何かが後ろからやってくるっていうのが大体ありきたりなんだけども、落ちただけで何もないっていうのが本当に怖かった。あ、でも本当に日本のホラーって感じ。海外だとね、人形が暴れだしたり、うん、暴れだしたね、ありますからね。意味が分からないことが起きちゃうからね。そういう意味ではあれだよね、あの、うん、ホラーゲーム結構代表格だけど、あの、うん、サイレンとかもね。あ、そうですね。あれも確かに方向的には和風ホラーの、うん、あれもだって山中み、山の中ですね。そう雰囲気ですか。雰囲気だからね。あのオープニングのさ、曲がめっちゃ怖い、わーみたいな、ずっと流れてるみたいな。あれは サウンドトラックもいいですからね。うん、あれ怖いな、あの声が。あれ怖い。うん、もう今までホラーゲームに興味があってやったことのない方がいらっしゃるかもしれないですから、視聴者さんでね。うん、まあ確かに。で、その方たちにおすすめするホラーゲームって、ね、その2つですかね。いや、まあいろいろあるけど、はい、なんだろうな、入り口として、うん、入り口から入ったらいいよとか、うん、おすすめというか、うん、まあでもまあ入り口に、あ、でも入り口のっけからサイレンはきついかもしれないけど確かに。でものっけからサイレンも面白いかもね、だから、うん、まあそうですね。うわ、本当にもうやりたくないみたいな話になるし、うん、でも友達と、うん、とかあのワイワイやる分にはおすすめですよ、サイレン、うんうん、でゼロはどっちかっつうと、うん、じっくり一人であの遊んだ方がいいかな。なるほど。ストーリー重視だったりとかするから。なんかこうゼロをこういろいろ調べてると、うん、こうカメラで、うん、そう、女の子をこういかに撮るかみたいな動画とかもあったりするんですけど、あるまあそういった楽しみもあるってことです。あ、あります。それ楽しそうですね一瞬しか映んない時がちょっとだけ出てきてそれを撮らなきゃいけない、でも撮れなかったらもうシャッターチャンス逃すみたいな。あそういうちょっとアイテム回収的なのがあって、うん、どっちかというとあのね、あの一人でむっつり楽しむそっち、
そういうゲームだったあと何なのホラーっていうと、まあ、私が好きなのはサイレントヒル、だからやっぱサイレントヒル、こういう近くのチャットみたいな、サイレントヒルも怖い、怖い、怖かったですね、あれは怖いですね、もう特に3が、うん、2の話は大好きなんですけど、3がめちゃくちゃ怖くて、うん、怖い、ショッピングモールで誰もいないショッピングモール、いつもは絶対にぎやかであろうっていうのに、うん、静かっていうのがそれがギャップがね怖いんですよね。そうですね、ちなみにだからサイレントヒルは、はい、なんつうんだろうな、うん、名前忘れちゃったけど曲もいいんだよね、はい、あーそうそんなかっこいい、本当に、うん、ね、同じ人がずっと作ってるのかな、なんか、うん、もうめちゃくちゃ似てる、ちょうどあの、うん、リラン君とその動画を調べてる時に、そうそうそう、サウンドトラックをこう、うん、聞いてたんですよ、そう、そういうくだらない話で全然打ち合わせが進まなかったんだけど、あれはね、くだる話だよ、ほんとにサイレントヒルの、あの BGM はかなりもゲーム音楽の、いや、評価されてますもん、ね、世界的にもだって、ね、評価されてるし、そうだよね、映画のサイレントヒルでもきちんとその再現されてる、うん、そう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 、怖いな、あんたそれで、そうそうそれはね、思ったの、 それ今いつ出そうかなと思って、うん、こうやってしたら、ちょっと胸を放り出して、胸を放り出して、こうやってやってた、サイレントヒルの番なんでね、そうそう、ほらこんなサイレントヒル番、いや、本当にサイレントヒルはね、確かにいいゲームだね、いいゲームこんなよっていいゲームだね、そうなんですよね、うん、ただ俺ね、あのサイレントヒルの敵が怖すぎちゃって、怖いです、あれはもう、怖いっていうか、グロいじゃん、そうですね、なんかこう、生理的に怖い感じが、あのグロいの俺すごい苦手で、うん、はい、ええ、どっちかっていうと ホラーゲームでもさ、ええ、ほらジャンルに幅があるっていうかさ、うん、最近だとね、ほら、なんだっけ、最高サイコブレイクとか、はい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 、どっちかっていうと猟奇的なの苦手で、なるほど、ああ、なんかこうサイコブレイクとのまたグロとはまたサイレントヒルなんか違うな感じがする、うん、なんかこう奇形、ね、というかこう、うん、すごく変異してる感じがすごく生理的に怖いっていう、うんうん、もっとさかのぼると、うんうんうん、割と、まあ、今の、うん、このご覧の視聴者の方が年齢がおいくつぐらいかわからないですけど、はい、例えばクロックタワー、あー、いいですね、まあ、もう代表的なのはバイオハザードです、そうですね、はいはい、これでもうん、今 ね、やってますからね、バイオハザードはもう本当に初代バイオハザードなんかまさにこう、ホラーの元祖みたいな、まさにこう開けると、ね、あれは本当に怖かった、構えながらこう歩いてると、ワンワンみたいな、そうですね、あの犬でね、大体一回挫折するんだよね、ワンみたいな、バリンバリンってきますからね、いや、あの本当にバイオハザード1は今初代の PS のやつを見るとカクカクですけど、うん、まあ、あれってものすごいもうリアルに感じてて怖くてしょうがなかった、まあ、僕がちょうどその週刊ファミ通にまだいる頃ですから、はい、ああなるほどなるほど、プレイステーションだよね、あれ、そうですそうです、プレイステーションであれが出て結構本当革新的だと、いや、うん、本当にもうこれも新たなジャンルだみたいなことでどんどん、あ、出てくるわけでしょ、じゃあちょっとルパンさんがそのファミ通でそれやってた頃に私は多分ファミ通読んでた、ああ全体的にバイオハザードもしかしたら読んでバイオハザードよ、こ怖いなと思いつもあの写真ね、あのこうやって、こういうあのちょっとあの灰色の感じのこういうやつね、そうですそうです、あの写真の、ああなるほど、え、ミカちゃんはなんか、はい、ホラーゲームホラーゲーム、あ、PT はちょっとやりました、あ、PT やばかったね、あれね、やっぱりね、やっぱり PT はだってあれサイレントヒルの関係した、うん、そう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 、一応あれ告知的な感じでやってたから、そう、ね、新しい告知だもんね、うん、新しい形の、もうムカついちゃって途中で答えが見つからない、いや、本当にわかんない、うんうん、でも怖くて、うん、でそれを進めない自分がいけないのよ、前にで、前にまあね、いろいろとやる機会はきっとあると思いますけど、途中でやめちゃったんでね、あれはね、ね、そうなんですね、ルンルンということで、あのホラーゲームの話ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、できた本だけで、いやいや、本当に熱弁でした、知らん、じゃあ見ちゃう、見ちゃう、いや、バッチリ映ったよ、ホラーと美女と胸はね、
つきもの。いや絶対つきものです。ホラーにエロはつきもの。でもホラーのコスプレするときって絶対セクシーになりますからね。なるほど。ああなるほど。まあ はだけてたり。これはでもはだけさせようと思ってはだけてた。ああまあまあまあ。まあでもリハのところは本当座敷笑いでしょ。座敷笑い。そう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 。あなただから本当そういうのは似合うね。確かに。そういう可愛い感じの日本人形的なね。売り出し的にこうセクシー路線とかは考えたことない。ないですね。ないの。きっぱりですね。ない。ないんだ。うん、私がこれ来たらマジみんな笑うでしょ絶対。笑わないよ。笑わないでしょ。そうそう。なんかでもちょっと痛いかもね。いやだ。みんなやめてやめて。こんな感じになっちゃう。頑張ってくれてありがとうですね。そうですね。ね、そういう楽しみがあります。告知とかあったら、はい、あこんななんか流れですけど告知、電撃オンライン編集部では、ニコニコ生放送や YouTube 動画、いろいろ動画系をやっていってますので、はい、ぜひぜひこちらの方も、はい、一応僕はこう見えてもゲームメディアの編集なのでよろしくお願いします。でまあ多分この頃にはなんか、うん、リランもそうだしちょっとミカちゃんにも出てもらったりとかやれてるんじゃないかなと思います。ああそれ楽しみですね、はい、イエーイ、まあ、もしやれてなかったらこれ以降にこれ以降になるかもしれないですから。この公開以降に ね、 そうですね、収録もあるかもしれない。そうです ね、 ですね。チェックしてください。よろしくお願いします。チェックしてみてください。お願いします。で今回ですね後ろを見ていただくと分かると思うんですけど、す私たち、はい、一応まあ学校なので、はい、書き初めをねしたんですよ。で今回私たちご3人書いたのは、うん、コールオブデューティーのブラックオプス2という、まあ、3人が結構やり込んだゲームの思い出をちょっとまあ一言に、やってもらったんですけれども、はい、まあ、柏木ベルラクになってますよね。名前を私間違ってる、ね、自分で自分の名前間違えるとね、まあ、そういう感じ のハプニングもありながらルパンさんにもちょっと書いていただきたいと。でまあブラックオプス2をされたことはあんまないとのことなので、僕ね FPS がね、はい、うん、苦手なんです。なるほどなるほど。そうなんですね、うん、なのでまあその今年今月で誕生日ということなので、はい、その42歳ですか、うん、の抱負的なのをね書いていただこうと思ってます。お願いします。抱負、抱負です、ね、抱負です。抱負ちょっと抱負、まあでも結構好きに書いちゃって大丈夫ですよ、うん、そうですね、はい、でこれは特にこだわりなく後ろに飾らせていただきます、はい、どういう字だったっけなあれそこですか。いやもう間違いもいいですよ。間違い私も間違ってますんで名前をね名前を間違ってる、自分の名前間違えちゃう人がいる。おおすごい。ちなみに書道とかやられてたんですか。いややってない。やってないんですか。なるほど。おそれをちょっと画面の方に名前も良かったら、あそうですね、これすごいな。私破らないように頑張って持って帰ります。うん、だからルパンさんのサインみたいなもんですからね。これそうですよ、大切に、ね、こんなん破けてもいつでも書けるけどまあまあね、うん、さあさて見てみましょう。じゃじゃーん、来ました。急ぐと、はい、はい、どうしてこの文字ですかね。これは今日ですね、はい、はいはい、電撃オンラインの編集部の編集長に、はい、まあ、怒られながら出てきたんですよ。あらあら、ほらさん経費精算が僕遅いんです。はい、だからその日々の業務を急ぐ、うんうんうん、あなるほど、かなり現実的だそうですね、なんか面白い方向でもなく全くない、真面目な感じで、そう、面白くないって言いたいでしょ。いや、これはだから大事ですよ。いや、大事ですね。すごく、ね、今まで結構ふーって感じの確かに下ネタも入ってたしね。だから、そういう風に思われがちですけど、なるほど、僕こう見えても会社員ですから、うん、あそうですよね。そうですよ、だから会社員たるものやっぱその経費精算とか、うんうん、そういう通常業務をなるほどサボると大変な目に遭います。あ、まあ、仕事のやはり能率を上げていかないとそうですいけないということですね。だから自分への戒めで、うん、まあ、急ぐと。なるほど。急ぐかもしくは毎週必ずやるとかね、うん、溜めないとかね。なるほど。夏休みの宿題みたいな感じで貯めちゃうと一番良くない、まあ、ね、皆さんそういうのあるんじゃないですか。まあ私は結構まあ、あれでいいかみたいな感じで、あります、貯めがちだな、そうすると
もう今日が締め切りですよって言った時に言われた時にすぐ対応できない、はい、ありますそういうのはありますよ、ね、かの藤子不二雄 A 先生も言ってました、うん、今日やれることは明日やろうってそれがダメだそれがダメだと知るよねね、下りあの下りを BO2 といえばあのその先ほど話出ましたけども、うん、ブラックオプス2でこれ3人で対戦しましたところ、うん、まあ負けた人が、ま、罰ゲームだとはい、うん、そうだそうそれをやったんですそうなんですよそれのまあ負けた人が若干いじめねそこになんかうなだれてるんですが、うん、はいまあこの方がね、リラン君が負けたということで、うん、罰ゲームを今回なるほど、用意しました用意しましたおなんだろう勝者の私たちが、うん、おということで、うん、じゃあ行きますか外に行きますかじゃあ、うん、ちょっと一旦ここで来てじゃあ外にこの学校で外に行くんだ、うん、そう行きましょう声だけの出演にしようじゃんさ あいい感じに映っておりますということで、座敷わらしのですね罰ゲームの罰ゲームのお時間です声ちっちゃくないどうしたの、いやこれご近所のねそうだねご近所も外だしね、普通に民家だしねあのさ、はい、じゃあ、すげえ怖えあ、すげえ怖えそんな怖いあなたが手に持ってるものなんですか何でしょうか草屋です、草屋を食べていただきますこれね、ベルクラ校長へのお土産だったんだけどねはいはいどうしたのこっちに来たかったから、ね、ああなるほどなるほどいやマジ臭いんだよ結構はいはいこれが草屋ですかそうなんです、これは生で食べていいやつなんですかそのはずだったんだけどなんか、うん、焼きって書いてあるよねまあいいんじゃない焼きって書いてあるの生じゃまずいいやでもなんかそのまま食べれるみたいな感じで書いてるから大丈夫だと思 う, え う, う焼いて味付けしないとかじゃないの焼いてる状態をパックしてるってことですかいや臭いでこれ開いてないから子供が食べてもらっていいちょっとルパンさんちょっと若干ちょっと来てくださいこれちょっとルパンさんもちょっと映しておくごめんねすっごい怪しい目で見られたけどね、走ってきて臭いね臭いあ、臭い確かに臭いちょっと食べてちょっと入れ、ちょっと食べてくださいちょっと待ってちょっと待ってちょっと食べてカレー臭い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 あ、でも美味しいかもあ、美味しいでも臭い美味しいけど臭い美味しいけど臭いもういいでしょうかご近所さんが心配してますこんな血流してる罰ゲームでした、罰ゲームでございました、ありがとうございます、なしみかんの時間の、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします私と、私とね、ベルクラさん個人のチャンネルも持ってますので、はい、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、ツイッターもねはい、あ、どうしたそう、私も告知があるんですけど、はい、あんまりないんですけど、告知がどうぞ、すいません、10月の22日で、10月の22日だと思います、私とドコミがサードDVD が発売しますおめでとうございますおめでとうございます発売しますタイトルはタイトルはまだ決まらない、あれそうです、まだちょっと内密中なので、はいはいはい今回もかなりセクシーな方に頑張っておりますけど、おー、楽しみ。あんなことやこんなことをあなたにしちゃうと思って、頑張りました。こんなちっちゃい水着。こんなちっちゃい水着も、こんなちっちゃいタオルも頑張りましたね。すごそうですね。ぜひとも見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回の DVD 工場買ってますからね、こっそり。じゃあちょっと僕もちょっとチェックして。しないとそうですねちょっと俺も負けずにじゃあちっちゃい水着ちっちゃい水着会そういう水着会とか水着会とか水着会基本脱いでる人なんでこの人はあじゃあ下に脱いでいきましょう今日はちゃんと着てきましたはいはいはいもうね重装備ぐらいだから最初で脱いで来られるってことね、まあ、私もどう対応しようそうですそうです校長も困っちゃう校長もねベルクラ校長も困っちゃう、困っちゃうね困っちゃうですねはい、はい、ということでなしみかんの学校ゲストはルパン小島さんでしたありがとうございました